ダミアン・トライは、フランス、某出身のラグビー選手。センターあるいはスタンドオフ、時には、フルバックとして、ビアリッツ・オランピック及びフランス代表でプレーしている。元ラグビー選手、ルネ・トライユの息子として生まれ、US コアレイズ・ネイでデビューした後、セクシオン・パロワーズで、育成期間を経る。2001年に、フランス代表に、初キャップを得ると、 トライユとトニーマーシュのコンビはチームにとって欠かせない存在となる。二人は共に11試合連続で出場した。トライユは両サイドに長く正確なパスを出すことができるため、元代表監督、ベルナール・ラポルドがシックシステムにおいて重要な選手の一人となった。キックは力強く、体の大きさの割に動きが速くキレがあり、ディフェンス能力も高い。攻守に、 バランスの取れた、いわゆる現代的な選手である。2003年シーズン、ヤニック・ジョジオンの台頭によって、代表のスタメンから外される。ワールドカップでは、トニー・マーシュとヤニック・ジョジオンのペアの影で2番手に、甘んじることとなる。2004年シーズンになると、シックス・ネーションズで、再び活躍して、チームのグランドスラムに貢献し、それ以来、怪我以外ではスタメンを外れていない。 2004年にビアリッツオランピックに移籍し、クラブチームでのキャリアに新たな広がりが生まれる。新環境に適応するとともに、当時の監督パトリス・ラジスケの指導下で、自らの可能性を自覚し始める。ラジスケはトライを表して、ジョーロフと共に指導した中で、最も才能ある選手であると言っている。そのシーズンのハイネケンカップ準決勝では、 スタッドフランセ・パリに敗れはするものの、試合終了間際に単独でトライを決めて、その試合の最優秀選手に選ばれる。フランス選手権トップ14では、準決勝でブルゴワン・ジャイユのディフェンスを苦しめ、決勝ではスタッドフランセ・パリを相手に活躍を見せ、チームの優勝に貢献した。2006年、フランスはシックス・ネーションズで優勝を飾り、トライユは特にホーム、 スタッド・ド・フランスでのイングランド戦で名を挙げた。その年の6月、南アフリカとのテストマッチで初めて、スタンドオフとして、スタメン出場する。この試合での活躍から、ベルナール・ラ・ポルトの信頼を新たにし、怪我で欠場した、フレデリック・ミシャラクに代わって、秋に行われた、ニュージーランド及び、アルゼンチンとのテストマッチでスタンドオフを務めた。同じ年、 ハイネケンカップで準決勝し、さらにトップ14で連続2度目の優勝を果たす。決勝では前半は両チームきっ抗したゲーム展開だったが、スタット・トゥール・ザンのディフェンスに穴を開け、ジャンイコール・バチスト・ゴブレがトライを決めると、その後はビアリッツ・オランピックが一気に攻め切り後トライを上げて40から13で勝利した。この試合でトライユーは3本目のトライを決めている。 2006から2007シーズンの冬、繰り返し再発する内転筋の故障のため、グラウンドを離れ、手術を余儀なくされる。100%回復しないまま、8月のテストマッチに復帰する。2007年のワールドカップでは、再びポストを変える。光栄のようとして、安定したキックを蹴って、スタンドオフを助けた。攻撃の局面では、相手のディフェンスラインを抜けたり、 あるいは相手選手にぶつかっていってポイントを形成するなどの活躍を見せた。フルバックやスタンドオフをこなすことができるユーティリティープレイヤーではあるが、そのことによって他の専門職の選手に劣ることなくトライは決めなかったが最初の参戦にスタメンで出場した。2001年11月10日の南アフリカ戦で初セレクション。ありがとうございます。